ります。81年4月、衝撃的なデビューを飾りました初代タイガーマスコ。あれから時は流れ、今年は30周年を迎えた初代タイガーマスコ。自身が率いるリアルジャパンプロレス恒例の後楽園大会、今年の最後を締めくくるのはこのカード。弟子であるタイガーマスコの挑戦を受けます。2人ががっちり握手を交わしました。プロレスエクストリームダブルメインイベント第1試合を迎えました。2匹の虎がリング上であります。黒いコスチュームが初代タイガーマスク、そしてブルーのパンタロンがタイガーマスク、4代目となります。2人がいよいよ一騎打ちを迎えました。さあ試合開始です。大沢さん、いよいよ2人が対決を迎えましたね。はい、そうですね。まあ本当一騎打ち今までなかったですもんね。あのタッグではね、あの2年前の3周年のこのリアルジャパンの興行タッグで当たってますよね。あの初代がサミー・リー・ジュニアと組んで、4代目が鈴木みのると組んだ試合ですね。そして今年の6月に当初発表はあったんですが、4代目の怪我によりまして流れてしまいました。はい、ね、5月のスーパージュニアの時にね、頸椎を負傷してしまって、はい、3ヶ月ぐらい休んだんですかね、で長くしまったんですよね。まあ、仕切り直した上での戦いとなりました。序盤は両者ハイキック、そしてローキックを放っていきます。こういったその序盤のキックの応酬、おっとインローが入りました。いや、ちょっとね、実は11月30日新宿で八千代の引退試合があったんですよ。はい、でその時この初代出場したんですが、ちょっと膝痛めたような感じがしたんで、はい、気にはしてたんですけど、ちょっと今ありましたよね。ただまあ蹴りの足は伸びてるんで大丈夫かな。強烈なキック。大沢さん、両者のキックの応酬比較してみてどうでしょうか。まあ重さは当然ね、初代の方がありますよね。で独特の蹴りなんですよね、この2人のタイガー使うのは、はい、空手でも空手のキックでもないし、そのマキックボクシングを聞くとまたちょっと違う人がさあってね。で実はこの4代目がデビューしたのが、95年の7月だと思うんですけど、94年の夏に、スーパータイガージムを大宮でですね、佐山悟から4代目のタイガーが誕生するっていうのを聞いて、まあ、週刊番組でスクープさせてもらったんですよ。それが今このいる4代目なんですよね。ちょっと僕も思い出がありますけど、なるほど、デビュー前から4代目のことも知ってますんでね。はい、当時はね、この佐山悟の弟子として登場する新しいタイガーマスク、一体誰なのかというね、話もありました。本当に彼はその素質もある男で、本当は自費でね、メキシコに行ってレスラーになろうと思ったところを佐山悟と知り合って、このスーパータイガージム大宮に入り、手ほどきを受けたと。だからプロレスラーとしてタイガーマスクが本当に最初に養成したのはもうこの4代目なんじゃないかなと思います。そうですよね。会場はここ後楽園ホール、格闘技の祭典でデビューを果たしました。グレッツサスケとの一騎打ちでしたね。そうですね。格闘技の祭典でプロレスリングと違うんですごい硬いリングなんですが、はい、そこで飛びましたからね。そうですね、サマーソルトキックもやりましたからね。ドロップキック
あれから15年の月日が流れました。まあ、その後ミステックプロレスに入団して、はい、そして新日本プロレスに移籍して現在は、まあ、トップで活躍している。初代もその活躍を喜んでる部分があるんでしょうね。ああ、もう喜んでると思います。あと、まあ、この4人のタイガーでね、この初代が30年迎えたと言いますが、継続してなあのずっとやってる中で、その5代が一番長いですよね。はい、まあ、2代目、3代目、まあ、初代もそうですけども、自らマスクを脱ぎました。はい、4代目は IWGP のジュニアヘビー級のチャンピオンにもなりました。現在は GHC ジュニアタッグのチャンピオンでもあります。タイガーマスクとして純粋にデビューしたというのはこの4代目が初めてですからね。はい、師匠との対決、まあ、戦っている本人も感慨深いものがあるかと思います。ヘッドスプリングで起き上がってきました。いや、この辺りの動きというのがさすがですね。そうですね、だから公約通りに体重は絞れませんでしたけども、動きすごくいいんですよね。はい、ああ、初代ですね、ですね。まあ、ちょっとこのローキック、強烈なローキック、これ序盤でもありましたが、インローで、しかもこの逃げ方というかね、エスケープの仕方はやっぱり普通じゃないですよ。彼はどんなのを食らっても必ずディフェンスしますからね、初代は。あ、今ドクターが聞こえますか。やっぱりやってたのかもしれないですね、この前ね。膝を痛めているのか。初代タイガーマスク、ウルティモドラゴンの姿もあります。これは長野さん、試合続行が可能かどうかですよね。まあまあ、ドクターのチェック次第ですね。はい、場内からは初代コール、現在試合は5分を経過したところですが、人体をやってしまうとね、もう膝のお皿の部分がもう揺れてできなくなっちゃいますから、ね。はい、これさ、もうキックを追い打ちをかける。もうこれ立ってるのもやっとという状態ですかね。なんか抜けちゃってるみたいにも見えますよね。グラグラしてますよね、足がね。さあ、足を掴んでいます。非常に徹します。4代目、4代目タイガーも非常に徹します。まあ、この非常に徹する戦い方こそ教わった戦い方ですからね。アキレス腱固め、プロレスとは戦いであるという、そういった精神を植え付けられました。初代によって植え付けられました、初代タイガーマスク。まさにその戦いを、教えを実践しているわけであります。アキレス腱固め、これはロープに登れました、初代タイガーマスク。タイガーマスクは飛んだり跳ねたりというレスラーではないと、ストロングスタイルというものが生み出した英知であるというのがね、初代タイガー の考え方であり、それを4代目に教えてきたわけですからね。はい、マークボストンクラブ、そしてインディアンデスロックの体勢に持っていく。さあ、リングの中央です。インディアンデスロック、抜けてると本人言ってますね。あ、これはもう膝が相当、これは状態良くありませんね。そうですね、タイツの下、サポーターをしてるんで、まだ動けるとは思うんですけども、外れてる可能性もありますよね。さあ、試合がこれは続けられると、ソバットが顔面に入った。なんとここでソバットが出ました、顔面。ダウンカウントが数えられます。まあ、今の初代の状況ではもう、一発の KO しかないでしょうね。はい、さあ、持ち上げた。この状態でツームストンか。ツームストンのパイルドライバー、ここ膝に来ますよね。ああ、しかしながら狙っていった初代タイガーマスク。場内からは初代コール、それでも飛びますね、これは。さあ、トップロープを伺っている。膝を押さえています。あ、かなり苦しそうな様子です。今4代目避けましたけど、避けなくても飛距離足りなかったですよね。あ、そうですね。
してローキック、容赦ないローキック、全くこのディフェンスできる状態じゃないですね。師匠に対して容赦のないローキックを浴びせます。全くディフェンスが入っていく、天竜をノックアウトしたハイキック、そしてミドルキック。いや、大沢さん、やはりこの大沢ですね、この状態でね、この窮地に陥ってもこれだけのキックが出せる。そして飛びますか、これ。これはやっぱりプロレスラーの魂なんですよね。そしてハイキック、エプロンの4代目に見舞ってきました。ちょっとこの師匠の気持ちにちょっと4代目が押されてる感じですよね。フランチャーの字幕、ドクターが入れてますよ、多分抜けてるんですよ、やっぱり今の動きは。ああ、膝ですか。なんとかリングに戻ってきましたが、またローキックです。4代目も容赦ないキック、タッチした、ハイキックは返した。かかとで蹴り上げていきます。鮮やかなスピンキック、なんかすごい戦いになってます。死闘になってきました ね、 そうですね。その予想もしなかった形の死闘ですね、はい、そして膝を取りました。膝上に痛めている、膝めがけて膝上に、あ、止めた、慌ててドクターが入ってきます。これはもう試合続行不可能と判断しましたね、レフィーが。